ナルコムゾコウタンとコミヤミヒです。ヨウタンとミでございます。ゾウタンとケイコです。さて、はい、まあ、ウム 超人になる前のウムの超人ウムになる前の、ね、普通の、ね、最終週かもしれない。この、うん、真のロック様になっちゃうかもしれない、ね、ウムがね。ロック様の可能性、ロック様の、ロック様、ロック様になるよ本当の、うん、怖いな。そうですね、本当に、うん、あ、もう日高くぶん殴ってたでしょ。まあ、まあ、ありますよ。それなんか逆にコロナのせいに してのワクチンのせいにしてなるっていうパターンもあるんですよ。下克上が起きて突然ね。本当は何もなってないのに、もう俺はワクチン打ったから変わったんだっていうね、そういう使い方もあるかもしれないですから、ね、あるね。荒、うん、木とかにも説教してるからさ、まあ、本当今までいい加減にしろ。いい、ね、全部コロナのせいにしてね、もうワクチンか、うん、ワクチンのせいの可能性はありますけどね。あ、それ予告したらあのコミュニティめちゃくちゃ増えるんじゃないの。次日高さんぶん殴りますみたいな感じでさ。もうなんか関係、もう関係ねえじゃん、そのワクチンコミュニティの人だけに、見せますみたいなさ。入るよ俺もそしたら。うん、いいね、なんかウムがさ、ワクチン侍みたいなやつ。ワクチンを取ったことによって今までのなんかこういろんな、あ、そうだ、ね、過去のあれを成敗していくみたいな。いいね、もう煽り運転全員捕まえてきてよ。煽り運転、煽り運転とかね。ワクチン侍が、ああ、そうね、ウムのバイクにブッブーなんて言ったもんならもう降りて突然もうボコボコにしていくとか。バイク投げたりしてるもんね。バイク投げたりしてた。あのブーって鳴らして煽られた瞬間にさ、バイクごと上宙に浮いてぐるって回ってこっちにこう。すごいね、世直しウム。いいねそれね、楽しみですね本当に。そうね、ワクチンパワーで、うん、確かに、うんうんうん、ああ、ぼったくりバー潜入。いいですね。すげえ YouTuber みたいになってきてんだ。全部もう世直してくれること、全部ワクチン。そうだね。あ、まあでもこういうのきっかけでね、本当その嘘でもそうなる人もいるかもしれないですよね、こうね。うん、自己催眠でね。うん、結構さ、うむもそうだけど、やっぱりある程度達観するとこは正直あるじゃない。うん、そこで多分さ、ディーン君もそうだけどさ、例えばディーン君のその 10個飲んだよみたいなのもさ、うん、多分普通言わないと思うんだよね。ああ、やっぱそんだけ大変だったからこそ、うん、普通だったらやっぱ ああいう立場にいる人がさ、うん、10個飲んだよとは言わないじゃない、うんうんうん、結構大変だった、みんなも気をつけてくださいねぐらいのことじゃない、うんうんうん、それをそのもう10個飲んでもって言うっていうことはもう相当つらかった、相当まだ達観というかもう、うん、うわ、実際俺こんな辛かったんだから帰っていいだろうっていうさ、うんうんうん、あ、でもこのディーンさんは本当きつかったみたいね、1回目からね、うん、1回目も地獄って書いてあるもんな、まあ、10畳って相当だからね。でもね、10畳って相当だよ、うん、普通2畳とか、うんうん、普通1か2でしょ、分かんないけど、俺多分俺がコロナにかかった時よりも打ってんじゃない、打ってる、あ、じゃあもう、あの、飲んでんじゃん、あの、うん、10錠だったらあれを。そうなの、うわ怖いね、1回目の、ま、だそうか、でも1回は全然大丈夫だったんだもんね、全くなかった、ね、じゃあ俺もそっち側の人間だと思う、ああ、まだ地球軍だね、まだね。まだ地球人の誇りはまだ捨てませんよ、侵略されてないね。ああ、そうか、そうだね、うん、うん、そうよ、そうか、やだなマジで。あ、うむもでも我々どっちに、でもしかしたらそれが進化かもしれないからさ、止めていいのかもわからないじゃん、うん、ああ、そうだね、うむにとってね、うむにとって別にこっちにとどまれっていうのがいいのか、うん、もうそのね、ワクチンの力、ワクチンのパワーを手に入れて超人化するのがいいかわかんないもんね。まあ確かにね、そっちがし正しいかもしれないね。うんうんうん、そうだよね。ああ、なって嫌だったらちゃんと引き戻すから、うむ、心置きなく一回なってこいって。だから形造ごときに引き戻せるかどうか分かんないでしょ。だって大丈夫、もう俺と衣服んで頑張るからさ、一回なってこいって。いやー、そうか。でもさ、うん、あれじゃない、マジでさ、うん、これはギャグで言ってるけど、人の進化ってこういうことだよね。うん、そうですよね、
もっと全然薬も何もない時代にいろんなのが出てきて寿命がだんだん長くなったり、まあ変わるところは変わったり、ね、日本人なんかいたって昔は多分その動物食べてなかったのが薬食いみたいな話で、まあそうですよね、肉も食べてとか食べるようになったりとかもね。 そうか、それが進化か。だまあ、いいことも悪いこともね、まあ、洗脳みたいなとこもあるしね、一個ね。そうね、なんかその進化みたいなことってやっぱね、昔はこれが効いてたって言ったらもう全然こんそんなも効いてなかったみたいなものだってあるじゃない。もう昔は風邪になったら卵一個でもう大、うん、すごい栄養だったわけでしょ。確かにね。でそれがもう違うっていうのはあるからね、今ね。今違うっていうのもあるし、もうこれは効かない、迷信だったみたいなやつもあるしね、いろんなのが。そうっすよね。まあ、コムゾーンのアイデアはとにかくウムが一歩早く進化を遂げるっていう。そうだよな。いやどうなんだろうな、本当。でもまあそうか。なんかそのワクチンの副反応もそうなんですけど、結構ね、あの熱中症の副反応もきついんすくないですか。それ反応じゃない。副反応ってどういうこと。いや、熱中症の症状でしょ。熱中症の症状か、結構熱中症、最近2日に1回ぐらい熱中症になってるっぽくて、俺が、あのね、結構きついんですよね。まあ分かりますね。それはその何、外出てなるの、それとも家の中とかでなるわけ。いや、ゴルフ夕方走るわけよ。走んのか。で一回日中走って、なんか翌日にすげえ体調悪くなって、で日中だって今絶対走っちゃいけないあれでしょ。でも危険な、まあ確かに。だからゆっくりめに日陰とかを選ぶんですけど、であの夕方とか、まあ6時7時ぐらいに、ちょっと今息子と一緒に、まあ2キロぐらいなんですけど走ってんのね、そしたらもうやっぱ日によってもう汗ダクダクなのに寒くて、昨日なんてもうなんか苦しくてしょうがなくなってやめた方がいいだよ。それ明確にやめた方が良くない。それそうだから、もう昨日の今日なんでちょっとあの反省はしてるんですけど、もう食事できないぐらいになっちゃって気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いっつって走り終わってから。誰の何のための行為なんですか。まあ、ここからこれが辛いって話から、子供にスマホを持たせるか問題になだれ込みたいんですよ、俺は。子供を突然。はい。じゃちょっとまた後日でもいいんですけど。じゃあ明日じゃあその問題語ります。はいはいはい。